こちらに。オッケーでーす。私知らない。ね。<laughs> ビリーバー。あ、ビリーバーわかるかも。ビリーバー、ね。もう、なでもいいで、ね、す。時刻は8時を回りました。グッドモーニング、スリー、ワッツ、フカイズ。今日は8月28日、火曜日。 モーーニングエイト始まままっておおりますす今日の担当はミーノですよろししくお願いします今日車で出勤していたらランドセルを背負った子どもたちを見かけましたが、もう学校始まっているところもあるそうですね、でもまだのところもあるということですけど、皆さんのご家庭はいかがでしょうか、さあ、宜野湾市はですね、うん、もう、市長選、始まっていまして、もういろんな交差点でこう手を振ってる人がいるんですけどね。 新市議選か、あのー、すごいですね、一つの交差点に二人くらいいたりして、で信号が変わったら、このね、手を振ってる方たちも違う方向を向いて、手を振るっていう、<laughs> で私、その交差点で一番先頭だったんですけど <laughs>、待ってる時間、ちょっと気まずいんですよね <laughs> いやだっって <laughs> 一分以上ずっとね。 前にいるんですよ手振ったら喜ぶう嬉しいですか、<laughs> ああ私、あの会釈というか、軽くこう、ちょんぐらいなんですけど、<laughs> でもだって私、あの技能の市民じゃないんで、<laughs> あれかなと思いながら、一応皆さん、あお疲れ様です、朝からっていう気持ちを込めてこう、ね、ニコッと笑って会釈でやってるんですけど、<laughs> こういう時どんな風にすればいいんですかね。 <laughs> ああどうしようかなってみんなどんなふうにしてるのかなってちょっと考えながら今日、運転してたんですけどどんなふうにって言えばあのお盆、終わりましたねで私、気になる記事を見つけましてタイムスのえ沖縄タイムスの電子版の記事なんですけれども道順叡でクレームが来たとなそうなんですよ私、すごいちょっと気になってで特に今年は多かった。 というのが、あのー、最終日が土曜日だったので、まあ、翌日も休みだからっていう意味でなのか道中年を夜遅くまでやってたところがあるということで結構クレームが来たそうなんですね。で私もちょっと気になったのはんあのー、道中年を見るために路中して見る人がいたんですよ。で路,中あの路地に止める人はまあ、まあ まあ暗黙の了解と言ったらあれだけど、わかるんだけど、大通りで、で信号がある交差点で止まったので、私信号待ちなのか渋滞なのかなと思ったら、ただの路中なんですよ。え、あなたここ止めるかいと思って、<laughs> ちょっとびっくりしたんですけど、まあ確かにこれは危ないな、どうなんだろうなと思いながら。 いました私はエーサー自体を大好きなので、そこにどうこういうことはないですけど、ただね、駐車場の問題とか、まあそういう夜中までやるからちょっとクレームがっていうことで、まあその記事を読んでいろいろ考えさせられました。ということで今日のテーマ発表したいと思います。今日のテーマは、クレーム。すいませんね、シンプルで。<laughs> 皆さん、クレームしたことありますかクレーム。逆にされたこと。 ありますかあるいいはクレームしたいことあありまますか、まあ、ね今はねすぐ言う人もいるからね <laughs> ちょっとあったらすぐねなんかいろいろ言いたいことがあるらしくまあそれを処理する人は大変ですけれども、まあ、皆さんの思っていることちょっと聞かせていただいて。 いけたらなと思います。七九七アットマーク fm ギノワンドットコム、七九七アットマーク fm ギノワンドットコムです。よろしくお願いいたします。さあ今日もリクエストそしてメッセージお待ちしてますよ。今日の一曲面はこちら。 私最近このアーティスト好きなんですよね。かっこいいですよね、うん。皆さんもご存知かと思いますが、アルバムもね、ちょっと前に発売されてたんですけれどもご紹介しましょう。イマジンドラゴンスピリバ。 皆さん、おはようございます。今日はね、ゲストが二人いるよ。みさん、おはよう。昨日の東京雷だよ。<laughs> パパにいぎにやからもっくりっ、ほんと。<laughs> 幸せバター様、おはようございます。みんな元気かい。一週間たったよ。 考えることに対して君たちがいれば沖縄はさらに熱くなるあのさ、青年会議所ってわかる ?JC 聞いたことはありますその、どんなことしてるんですかとかも聞いたらいいよわからないこと。OK、あれがなくなったらでも告知いっぱいあるみたいな、ね、うんこれ何、ね、枚あるの あこれはフライヤー。あ同じやつ。はい、一応二種類あります。 寒いよー、めっちゃ寒いんだけど。<laughs> めっちゃクーラー効いてるよ。見てみ25だよ、二十五度で。嘘。もっとあ、もっと上げよう。<laughs> いや、二十六にして。いいですか。 覚えそうだ。時刻は八時八分回っております。七十九点七メガヘルツ。fm エ能からモーニングエイト、火曜日担当みのがお送りしております。よろしくお願いします。いやー、不安定な天気が続いていますね。先ほどツイキャスのコメントで。東京は昨日雷雨ですごかったってありますけど。 今なんか本当に嵐の場所が多いんですよね、急にこう天気が変化したり、うーんちょっと怖いですよね、沖縄はね、あの一応、晴れてはいても、やっぱり急にね、スコールみたいな雨がバーって降ったりしますよ、皆さんの住んでいるろはどうでしょうか、えー、そんな感じでいろいろメッセージ送ってきてくださいね。 さて、今日は8月28日ということで、お子様がいるところ、もしかすると今日から学校始まりというところもあるのかなと思うんですけどね、どうでしょうか、子どもが学校始まると、親はご飯の準備しなくていいし、でも朝もまた忙しくなるし、道はこむしで、すよね <laughs>。さあ、この後は天気予報と道路交通情報、お伝えいたします。 時刻は8時10分回るところです。本日の天気紹介しましょう。8月28日、沖縄地方は気圧の谷や湿った空気の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。降水確率、お昼12時までは40%、夕方6時までは50%、えー、その後は20%となっております。日中の最高気温、今日は30度まで上がりますよ。 南東の風、曇り昼過ぎ、一時雨ところにより雷を伴うでしょう、波の高さ1.5メートルです。ということで今日は南東の風、ちょっとやっぱりじめっとした風が吹くそうですね、うん、一時雨ということなのでやっぱり外に洗濯物を干すのは控えた方がいいかもしれませんね。 沖縄本土地方では29日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してくださいちなみに明日もちょっと似たような天気となっておりますよ太陽は出るけれども雨が降るということでもうこれが沖縄の夏ですよね油断できないような天気となってます以上天気お伝えしました 続いて、泥交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。現在、沖縄自動車道、渋滞の情報は入っておりませんが、こちら、下り車線、汽車場バス停付近で故障車があります。沖縄自動車道、汽車場バス停付近で故障車があります。えー、そして、上り車線では、10台バス停付近で故障車、1大台バス停付近で故障車があります。 えー、このアクシデントに伴った渋滞などは発生しておりません。皆さん、安全運転で走行をお願いいたします。続いて、一般道路です。現在、国道58号南行き大蛇名から一部渋滞が発生しております。その他、58号大線では目立った渋滞は見られません。えー、国道330号 大平付近で一部混雑発生していますね、えー、その他目立った渋滞や事故などの情報は入っておりません皆さん引き続き安全運転でお願いいたします以上道路交通情報お伝えいたしましたリールビッグフィッシュ <laughs> <え>石ころさんからのリクエストですリールビッグフィッシュの 釣りがみんな、今日はね、クレームだよ、テーマ。27がいいんじゃないこれね、ね天ゴできないですよね。できないですよ、いきないの。語できるの？できない。 <laughs> あんま見たことないな今さん今日私ココアじゃなくて普通に水なんですけど一応チョコレート持ってきましたリ <laughs> ッパーさん熊本念願部雨が降りません上立ちちゃうかなそうなんですかあの何の日やってあ CM 行って 何の日で、コメントとメール、コメントでもクレーム来てるから、それやって、曲行って、CM 行って、ゲスト。ん、うん、曲開け、CM 行って、何の日やって何の日やって、BG 帰るので、ちょっと読んで。メール、クレーム読んで、曲行って、CM 行って、ゲスト。はい、OK です。覚えたうん。ほんとうん。 <laughs> 絶対嘘 CM 行ってやることやって CM 行って嘘そはいまあ一応はこうなんとなく覚えといて <laughs> うんて私のこうなるの時にでいいんですよねうれ、ん、しいミノリズムってやったよはい特別版特別版か分からん <laughs> <laughs> なんか私が見たこの「道じゅうね」のやつは道じゅうとってところ沖縄のお盆の時にこうエイサーを地域でこう練り歩く先祖なんだろうね供養じゃないけどね迎えするなんかお祭りみたいな感じなんですよで地域を練り歩いてやるものなんですけど大体これ昼とか時って夕方とか夜からやるイベントなんですねで各地域それぞれこのエイサー踊る団体があるのでその人たちが 踊るんですけれども結構沖縄の、まあ、伝統行事というか文化がありまして、まあ、夜遅くまでやってたので「うるさい」とかさ「駐車場が」とかそういうことでクレームが警察署にあったみたいなんですよねでもさ、うん、遅くまで仕事して帰る時にみ、うん、道順で迂回させられたらちょっとイラと。うん それはわかりますか <laughs> 仕事やんばよって言いたくわ <laughs> かるわか,かるめっちゃわかる <laughs> あのそう仕事終わって帰るときに今回しかもあのあれだったんですよ平日からだったじゃないですかだからあやばい帰りこの道封鎖されてないかなって <laughs> 心配しながら帰ったりしてたんですけど いいところが封鎖されたりするんですよ。皆さそうなんですよ。そうしたらね。そうそう,そうっ多少っ、うん。ちっちゃわれますね。うん、ちゃちっち。一応前もって、あのまあ、告知もあると思うんですよ。<laughs> でもさ、そこを通るだけの人は、そんな告知わからないし。わからないね。そう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 。まあ、いろいろありますけど、ね。怖いやって思います、ね。 でもなんか道じゅねって言われたら、仕方ないなって思ってしまう,そう。う <laughs> そういうことで片付けてしまう <laughs>。どう思いますか、皆さん、これ <laughs> クーム。そんな曲あるかな <laughs>。<laughs> さあ、時刻は8時17分もあるところですよ。今日は何の日、お伝えいたしましょう。 沖縄手帳を開いてみますと今日は8月の28日旧暦は7月18日ということで今日王大らしいですね、うんえー、満潮時刻は朝7時55分そして夜の8時37分干潮時刻お昼の2時19分となっておりますよ、えー、そして今日はどんなことがあったのかなと見てみますと えー、基地使用代理署名拒否で大分県知事最高裁で敗訴1996年と私の知らない事件ですねこれは <laughs> どんな事件なんですか <laughs>、えー、そしてこれはちょっと嬉しいな西原高校マーチングバンド部世界コンテストで2部門2013年ってありますけど 2>, 2部門でなんだって思うんですけどこう途中までしか書いてないのかな,書い,ない、ね、書いてないですね <laughs> 金賞と,とかグランピルとかも何も書いてません <laughs> どういうことですかね <laughs> まあ西原高校は私のポコンなんでんまあ何があったのかな <laughs> ちょっと気になるな <laughs> 優勝じゃないですか優勝でいいですかね <laughs> <うん S 1> <laughs> えその他 AMF ボーリングワールドカップ全国大会で宮城すずなさんチャタン高校2年生が優勝2005年となっております うん、なんかこうスポーツ関係のものを聞くと今、アジア大会がねめちゃくちゃ暑いですよね。すごいよね。バドミントンもあんなに速い羽をさあんなに速く打ち返せるもんなんだね私、一番バドミントンが苦手なんで<笑><笑>全然できないんですよ、バドミントンとあと何だろうテニスだから <laughs> あれ見てるとあすごいなって思うんですけど。 その他陸上とかね、結構心動かされますけど、水泳は驚異的ですね、1人であんなにメダルが取れるものなんですか <laughs>、絶対簡単じゃないんですけど、なんか当たり前のような数字ですよね、あのメダルの数は。可愛いしね可愛いしね、現役女子高生だしね、すごいですよね、びっくりで、ね、あんなに若いうちであんなに活躍しちゃって。 将来、大丈夫かなとかさ、なんかいろいろ、<laughs> しょうものがあるじゃないですか、期待とかさ、<laughs> 大丈夫かなみたいな、あんまりみんなプレッシャーかけないでって思いながら、<laughs> まあね、まだまだ先は長いですから、ぜひ、東京2020も頑張ってほしいですね。<laughs> 以上今日日は何の日お伝えいたたししまーした 時刻は8時20分になってますよ。ナルトロさんからコメント来てます。昔、営業を経験してクレームを受ける立場になったら、今も自分からクレームなんて言えませんね。おー、わかる。わ <laughs> かるよ。言いにくいですよね。<laughs> ちょっとなんかこうね、思うことがあっても。なかなかクレーム処理してた方ってちょっと言いづらいかもしれませんね。相手の立場がわかるからね。うーん、そうかも、そうかも。大塚健さん、クレームれ、俺 なんで朝食おそば茹でてザルにおかず流したなんで下水道に朝食おごるうーん、茹で流しってきてるけどね。<laughs> 朝食ね、流しちゃったんだね。もうこれはご自身の失敗ですから。クレームではありません。<laughs> これはもうどうしようもありませんね。高松森さん、ちゃんと説明聞いていない人に限ってクレームするよねってきてますが。うーん、わかるかもこれも。うーん、ね。 聞いてなかっただけなのに、なんかこう、自分だけ言われてないぜみたいな感じで言われるとね、ちょっとあれですけど、なんかね、今ね、私、いろんなこと聞くんですよ。私の母があの保育園で先生やってるんですけれども、あのね、えっとね、今、子供たちが出勤、出勤じゃない、この、登園っていうのかな、した時の時刻とか、 ちょっと病院行くので朝遅れて登園しますとかそういう情報をお母さんが今まで口頭で先生に伝えてたものをタブレットにこうお母さんたちが直接入力する方法に変えたらしいんですね。うんはい、でこのタブレットを玄関口に置いてるとその玄関口が混んじゃうから園の中でまあ靴を脱いでまあ10メートル先か5メートル先ぐらいにこうタブレットを設置してるらしいんですよ。 そうすると、急いでるお父さん、お母さんは一こ、いちいち靴を脱いでいかないといけないから、そこでちょっとクレームがあったりとかさ、まあ、気持ちわからなくもないですよ。<laughs> とか、あとはね、まあ、これは別の絵の話ですけれども、絵本を一人一冊買ってもらって、でその絵本を読み聞かせ、その絵本からこう学ぼうみたいな感じになったらしいんです。で、まあ、みんな あ、わかりましたじゃあ買いましょう買いましょう買いましょうってお父さん貸すなりましたでも一人の親が買いませんとなったそうなんですねまあでもそれでもやるって決めたことだから仕方ないから縁でこの何冊かやっぱり買ってるのがあるので縁で貸してやったりあるいは隣の子と一緒に見てねとか言ってやってたらしいんですけどその親がいやなんでうちの子持ってないのにその読み,読み聞かせをするのと言ってきたらしいんです うん、だし、そのねお母さんが言うには絵本は自分の家でちゃんと、まあ、私が選んで買ってるからここでまた別の本を読み聞かせる必要ないんじゃないかとか。も保育園預けるな,な,なんこの保育園で決めたことなのでそこは理解してほしいですよね。やっぱりねとかさ。 最終的にはこのお母さん、なんて言ってきたかというと、じゃあ私を説得するように文章で書いてきてって言ってきたらしいんですけど、ねえまあちょっといろいろありますよね、<laughs> うーん、なんかね、まあなん,でなんでこの絵本が必要なのかっていうのは、確かにその,説明その説明は必要だと思いますよ、私も。うん、<laughs> い,やいいよ別に いろいろ思うことありますよね、まあ、絵本なんて多分あ1000円もしないと思うんですよ、子供が使うものってだから、まあ、月々の出費を、まあ、ちょっとずつでも抑えればいいものなのかなと思いますけど、まあねまあ、その過程は絵本が買えないわけではないらしい,らしいので、うん、まあまあまあ、なんでその絵本を買わないといけないのか疑問ですというのがね、あとはね、もう,そうひと言言っちゃうとやけになっちゃうんですよ、きっと。 やけになっちゃうあっむきになるむき, <laughs> きになるかやけになるやけになってどうすんだ <laughs> まあそういう人もいるのかな、まあ一言、ね、クレーム言っちゃうともうなんだろうなう後にね引きづらいというかさ言っちゃったもんはもうがんがん言っちゃおうって思っちゃうのかな <laughs> わかんないけどね、まあ、いつでも素直でいたいなってこういろいろ聞きながら思っちゃいますけれども。 皆さんはククレレーームムあありりままますすかか困っったて今で私はね、まあ、接客業アルバイトしましたけど、そこまで困ったのはないかな。今までは、うん。これからあるか分からないけどね。私の仕事がちゃんとできなかったらね、いろいろ言われるかもしれません。ああ、怖い怖い、頑張ろう。さあ。 メール届いてますのでメッセージ紹介しましょうよいしょ進撃のめいちゃんさんからですねありがとうございますめいの山まさんおはようございます生放送お疲れ様でございますなんか待機の状態が不安定って聞くんだけど意味がわからないって来てますね <laughs> 一応クレームの一部に入るのかなめいちゃんでござる できてますけど大気の状態今ねあの内,内地の方での秋雨前線が下がってきたりしてますからねなんかこう気圧がなんかこうぶつかったりしてるんじゃないですか何か私もね詳しく分からないですけどではクレーム接客業界のお仕事をしているので電話や直接お客様のお客様からのクレームは日常茶飯事本当に怖い時は正直左から右に聞き流し してます <laughs> では楽しく聞かせていただきます。火曜日も元気に参りましょうって来てますね。うーん、まあ、怖い時ねありますよ、なんか怒鳴る方、いますよね、たまにね。あの、私、クリスマスの時に、ピザ屋さんにピザ注文しに行ったんですね。で、あのー、取りに行く式だったんですよ、注文したピザを。で、クリスマスなのでね、めちゃくちゃお客様がいまして、外まで溢れてるんですよ。 で電話で注文していたにもかかわらず時間に行った私たちでさえも時間遅れてる状態だったんですねまあでもこれはもうしょうがないんじゃないかと思って私たちも待ってたんですけどあのー、まあねある方は結構どなってましたねなんでこの時間っていう言うてから俺は取りに来たのになんでまだできてないんだよみたいな <laughs>。 あすいません、一応、日本人なんですけど、私が今、ポップにただ行っただけでね、本当はめちゃくちゃ怒鳴ってましたけどね、うん、でもこの行ってる相手が、ほぼ確実、高校生のアルバイトくらいなんですよ、うん、まあね、しょうがないっちゃしょうがないですけどね、この高校生、かわいそうだなって思いながら <laughs>、かわいそうですよね、うん、いや、周りの状況を見て、みたいな、私たちも待ってるよーってね、思ってたんですけど。 うん、でも周りの人もそれは言いにくいですよね。ちょっとね、周りの音が、音なんかこう、何か一言言っておけばよかったのかなーって私もこう思ったんですけど、まあ、この言われてるアルバイトの子もちょっとかわいそうだなーって思いながら、あ、でも頑張れーって心の中で応援してましたね。<laughs> ああ、難しいな。じゃあ、リクエストおかけしましょう。めいちゃんさんから来てましたありがとうございます。これは、なんと読みすればいいですかね。 でいいですかめいちゃんさんからリクエスト t 千九百七十五、t o u t i m e t o u t i m e t o u t i m e t o t i m e だからめいちゃんさ読み,か読み方読み方つってめいちゃんクレームですクレーム <laughs> 読み方書いて山下さんからクレームですよ <laughs> めいちゃんさん、ね、曲のタイトルとかねアーティストのふりが名つけてほしいということです <laughs> <laughs> クレームですめいちゃんに。<laughs> めいちゃんいつも俺にクレーム言うから。ぎさん頑張ってー、もう行っちゃったかな。逆クレーム仕事。だから松丸さん確かに桜だったら上手だね。うん、桜でそんなやるのもありかもね。うん、すみませんお願いします。 ありました。はい。はい、いありがとうございます。はいはい、よいしょ。ではどうぞよいしょ。マイクはもうくっつくぐらい近寄ってくださいね。<laughs> 持ちながら喋ってもいいですよ。やりにくい場合は。<coughs> 柳井さんから先ほど話を伺ったんですけれども、はい、平田さんからお話を伺うのは。はい 私たちの行動が道になる未来を道しるべということで大学生とか新入社員とかそういった若い人をメインターゲットのものになってただ興味ある方皆さん来てほしいんですけどメディアリテラシーとか助け合いの力とかそういったものを元 NHK の堀島さんあと第2のパネルディスカッションでは沖縄に怒りの3名の女性の方を加えてなぜ私たちはそれと違う分野に この道にいるのか、うん、この道で活躍しているのかというのを周りの支えとか<ー>あの、今、メディアリティだったので、ね、SNS があるら、はい、リアルな人間関係ってちょっと薄くなってきてるじゃないですか。あのただ、こういう人たちってリアルな人間関係の中で背中を押してもらってるから、はい、支えたりしながら、支えたりしてもらいながら、<ー>今この道で活躍しているんだよっていうあの、そういうことを若い方々にお伝えした、はいしたうなと考えてますので。<ー> この方、うん、本当にいるな。そうメディア出てますね。すコメントされ、はい、たり。うん。まあ、でも、その、もともと、N. H. K. 出たのも。はい。えっと、こういう、本当の公正なジャーナリズムっていうのを伝える組織に属することも大事なんだけど。はい。 若者向けの。ということですね。若者応援フ後半。うん。はい。ただ、やっぱり、そのメディアリテラシーの若者だけじゃなくて、これからも時代。あの、おそらく、皆さん。はぜひ、今日も。はい。はい。はい。わかりました。へえ。田中さん、とってもいい声してます。いや、いや、いや。えって言われる声。いや、いや、とってもいい声してます。 緊張が増ししててまたとってもいい声してるな最初はあのお二人名刺いただいた上で共通してるあの日本青年会議所あのどういった組織なのかというところからちょっと紹介していただいてで次人魚の皆さん お話を伺って、はい、はい、で次にヘラさんの、はい、未来への道しるべ、ちょっとお話を伺いたいと思います。はい。自信、はい、できる。<laughs> そうね。中心 <laughs> 宣言できるのミライエ。う <laughs> ん、すごい。なんかこう地域のことだけじゃなくて、こういった若者へのプログラムというか、うん、こういったこともいろいろ行うんですね。

<coughs> あとはもうううゆゆんんたたくくししながらで気軽に行きまょ <laughs> <laughs> じゃあちょっと始めますね。はい さあこの曲が聞こえてきたということはこのコーナーミーノリズムということで私ミーノが観光についてお届けするコーナーなんですけど今日は特別編ということでお送りしております今日はゲストお迎えしておりますそれぞれ自身の声で自己紹介をお願いいたします はい、私、公、え、益、ー、社団法人日本青年会議所沖縄ブロック協議会の与那嶺と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、はい、続きまして、ええ公益社団法人日本青年会議所沖縄地区協議会の平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お,ますお二人朝早いですけど、今日何時に起きたんですか。<laughs> やいや、いつまで六時半には。はい 時半にちょっと気合い入れて5時半に起きてしまったので今眠いです。眠いです。朝 <laughs> <laughs> 早いです、ね。朝早いですよね。はい。どありがとうございます。はい。ええー、私ですね実はあの大学の時に観光について学んでいてうこう地域の観光資源ですとか結構好きなんですけれども、はい、先週も実はこの時間にあの南部の、えー、南城市の小橋塾という地域資源 こう学んで,で、人材育成というものを紹介したんですが、今日は実は2つ紹介することがあるということで、まず、柳峰さんから、はい、あのお話を伺っていきたいんですけれども、はい、まずお二人があのお仕事されています、この日本青年会議所、どんな組織なんでしょうか、はいえーえー、日本青年会議所なんですが、うんまあ、実際は世界組織で、はい、まあ各国にです、ね、青年会議所組織はあるのですが、はいえー、日本国内では日本青年会議所という組織がありまして。 その中でも沖縄では、えー、沖縄ブロック協議会、沖縄地区協議会というですね、包括、はい、的な組織があって、まあまた各地に十カ所のですね、うん、青年会議所があります。はい、で我々が、えー、所属しているのが各地のまあ島自青年会議所と。うんえー 浦添青年会議所から、はい、その沖縄全体のことをやる、えー、沖縄地区協議会、沖縄ブロック協議会、それぞれに出向していますおこの地域に関わっている、はい、まあ人であったり、あるいはもの、まあ、こ,れこれらをまあどういった形でなんかこうアピールするのかですとか、人生育てるとか、そういった活動されているということですか。 そうですね人材育成系の事業ということで、うん、まあフォーラムを開いたりまた青少年育成事業ということでですね子どもをどこかに連れて行ったり地域交流ということでですね、うん、内視と各青年会議所で活動は違うのですが、はい、またまあ政治関係の政策提言とか主権者意識の醸成に関わるような事業とかですね、はい、もうちょっと多岐にわたって えー、ボランティア活動とということでやっておりますすごいなんかちょっと背筋が伸びるような話ですけれども、えーまあ、実はまあ我々あの本業はまたまた,また別にやりましてそうなんですか、はい、あの彼は道路関係道路関係<う>、はい、お仕事されて私はあの、はい、スイミングスクールとかスイミングスクールー関係の全く違う業種の人たちが集まって、うん、20歳から40歳までの所属できる組織なんですけど明るい豊かな社会作りたいね そういう持続可能な社会づくりってちょっと難しい言い方になっちゃうんですけどみんなが楽しくいい街づくりをしたいねっいうことで、はい、あの集まってじゃあみんなでやろうよっていうのが同じ思いを持った方々が集まっているんですねじゃあ早速お話どん,どんどん伺っていきますけれどもきょうお二人から一つずつ紹介したいことがあるということですがまず米峰さんからなんですけれども、はい、今度フォーラムが行われそうですがどんなフォーラムなんでしょうか。はい はい、えー、フォーラムなんですが、うんあまあ、近年、ですね、沖縄県においても、えー、地域ごとの魅力を生かしながら、えー、行政の枠を超えたり、ですね、はい、官民の枠を超えたような協力体制が必要ということで、うん、まあこれは実際に、まあ、7月8日に、えー、糸満市、八重瀬町、豊見城市の、えー、西一町でですね、はい、意見交換会を行ったんですよ、うん、地域の人を集めてですね。はい まあそこで得られたのがまあこういった協力体制をまあ市町村の枠を超えてやっていきたいということもありましてえ地域のニーズに応えるようなえフォーラムということでまあ今言いましたえ行政区域を越えてまた、官民の枠を超えたようなもので,ですね観光情報の発信ということで DMO というですね組織がありますでそれがですねまあヨーロッパを中心にまず生まれたものなんですが。 え実際、国が隣接していたり市町村が隣接していることからですねそれぞれが行政区域内でとらわれて情報発信をするとえそで観光資源のですね取り合いになって協力がなかなかできないということでもうおのすごく生まれた組織でですね包括的にもうそういう枠を超えて観光の発信ということで行える組織。 近年では日本版 DMO ということで、うんまあ、観光庁が、えー、認証する組織ということで日本各地でも、まあ、DMO 組織ができているということで<ー>、まあ、今回はです、ねまあ、さ先ほど行いました4月8日に行った、はい、糸満、豊見城、八重瀬町の3つのエリア、まあ、こ,れこちらはです、ね、あの糸満青年会議所さんの、えー、活動エリアになるんですが、はいまあ、今回、その土地で、うんえー ブロック大会という大会をですね、うんはい、行うということで、まあ、そちらで、えー、ジャラニスターセンターの澤登次郎センター長を招きまして DMO についての、えー、講演を行っていただくようなフォーラムになっております、うんはい、またですね、まあ、そういったことで、まあ、日本各地の事例ということで、まあ、どのように地域に DMO 組織を役立てているかとか、うんまあ、国内外の事例を、えー まあ示していただいて、はいまあ、に沖縄県ではどう,どうかという説明とか、うん、また、えー、最後にはですね西一町、まあ、先ほど言いました糸満市、豊見城市、八重瀬町のです、ねうんえー、各市長、町長来ていただきまして。うんはい えそれの提言書までですね提出していこうかと設立、うん、に向けて<ー>またですねもうこの考えがまあ来場者まあ沖縄県内まあいろいろか行きますので、うん、はい、えそれがですねまあ沖縄県内に広がってまあこの考え方ですね、うん、行政区域を超えて官民の枠を超えたような、うんはい、やり方がありますよということでうん、うん、まあ波及しれば沖縄の地域発展になるかなということで企画させていただいております、うん、すごい今回講師がランランジャンランの CM のジャンランリサーチセンター長がいらっしゃると、はい。 いうこと本当にあのいろんな話が聞けそうなんですけど、はい、今、観光ってあの、はい、本当に多様化していて個人の目,標、はい、あ目的が多様化していると思うんですけど私的にはあの大きな遊園地があってもいいなと思えば、うんはい、あるいはあの、ま、海だけあればいいという方もいると思いますしそうそうで八重瀬町、豊見城市糸満市でさっきあの私、米峰さんにちょっと投げかけた質問で豊見城市の観光の魅力って何ですかね。 お話ししたんですけど、はい、まあショッピング出てきましたし、はい、本当にいろんな魅力があると思うんですけれども、はい、多分地域の人たちが自分たちの住んでる魅力にも気づいてないんじゃないかなとあそれはあると思いますすそうですよね、はい、いろいろ思うところがあるんですけど、まあ、この3つの地域がタッグを組むとま、はい、<laughs> まあ強いいと思いますす、ね、そうですよね <laughs> 自治体は、はい、なんか新たなこう発見があるかもしれないですからね。はいはい この DM を設立に向けたフォーラムを行うということですので、はい、一般の方ももちろん見学はい OK ということですね。はい、ぜひいらっしゃほしいと思います。トミグ市立中央公民館にて9月1日の土曜日から入場無料で行われますよ。はい、入場無料です。はい、入場無料です。あの話聞きたいという方はぜひあのこの地域の 方もそうですけれども、地域外の方も興味ある方はいいと思いますので、はい、ぜひお出かけください。よろしししくおお願願いいいまますすたそして、9月1日はなんともう一つイベントがあるということで、平さん、はい何でしょううかあ,ありがとうございます、はい、9月1日はわれわれ日本青年会議所の JC デーということで、皆様、ご承知をいただいて、<laughs> はい、ぜひもう一本の方もご参加いただけたらなと思うんですけれども。 え先ほどの DMO フォーラムが9月1日土曜日の豊見城市中央公民館で11時半から13時午後1時ですねでやるんですけどその後え午後2時から午後4時でですね同じ場所であの若者応援フォーラム あの未来への道しるべ今考えることの大切さ<ー>ということですね。はい、先ほどの DMO はどちらかというとその経済とか地域振興のあのフォーラムなんですけどもうん、うん、これはどちらかというとその若者向け、うん、いやただあの興味ある方はぜひあの皆さんお越しいただきたいんですけども自己啓発系のフォーラムになっています。若者ってあの多分高校生とかあと大学生になるとあの将来のこと。 うん、自分ってこの興味の分野で仕事行っていいのかなとか、好きなこと詰めてきたけどえ仕事何すればいいのみたいないろんなこう迷いもあると思うんですけれども、その若者に向けたということで一体どんな内容になっているんですか。はい、えっ、ー、と内容こちらのフォーラムの内容なんですけれども、はい、あの今情報化社会がとても進展していて、うん、あの今まであったメディアあのイン えー、テレビ、ニュース、はい、ラジオっていう風にあった,あったと思うんですけども今はそのインターネットが普及していてですね、うん、もう個人の方でも簡単に情報を発信できてしまったりとか、うん、SNS で、まあ、情報が出たりするんですけども、はい、その情報って正しいの、うん、信じていいの、うん、情報に振り回されちゃったよとかそういう話もやっぱ聞こえてきますんで、はい、とはいえ、この情報化社会あの止めることはできないかな。うん、むしろ 便利に情報を使う力を持たないといけないとうう考えると、まあ、メディアリテラメディアリテラシーだし情報を正しく使う力を身につける必要があるんじゃないかという,ふうのが我々、ちょっと課題と考えておりまして<ー>もう一つの,あのぜひこのフォーラムで<ー>あの提案したいことというのが、ねはい、SNS ってやっぱ便利ですし、うん、楽しいし知らないうちにいろんな人 と,の,とだあのつながりができてしまうんですけれども、はい、じゃあ、リアルな人間関係、うん、顔を合わせたその人間関係っていうのが、だんだん薄くなってきてないか、希薄化してないかっていうのも、一つの問題かなというふうに考えておりまして、うんはい、それらを提言するフォーラムになっております第1部、第2部、分かれていますが、第1部の講演の。 ええ方が堀潤さん。はい、あの堀潤さん。そうすごいですね。はい、あの肌艶がとてもいい人ですね、はいはい。そうです。あの爽やか笑顔もふれる知識の<笑><笑>そうですよね。はい。<laughs> いろんなメディアのコメンテーターとかされてると思うんですけれども、うんうん、堀潤さん元 NHK なんですね。そうなんですよ。はい。今でもフリージャーナリストということでですね、はい、あのいろんなメディアに出演されてあの活躍されてまして、うん、まあこういうふうにあのメディアとお付き合いする。 はい、メディアってこういうふうにできてるんだよということもご講演されてますので、うん、今回のメディアリテラシーをお伝えしていただくにはもう最高の,あの方かなというふうふに考えておりますので皆さん、ぜひこの爽やか笑顔を、はい、今、メディア、メディアと出てますけれどもが世峰さんも SNS で何かされてるんですか。 いや、ちょフェイスブックくらいでですね。フェイスブックで結構あのつながりますよね。いろよねそうですね。うんはいろんな方ありますね。名刺代わりみたいな形にもなってるような。ああ。情報集めたりでも利用されるんですか？情報ああ、イベントとかですね。うん、そういうのを探したりはすることあります。はい、ああ、そうなんですか。はい、最近あの若い方ほとんど SNS あのインスタグラム、うん、<ー>結構多くてですね。はい、私はも,もうフェイスブックやめてしまってるんですけれども。はい はいそうなんですよでも、なんかいろんな出てますよね、うん、ツイッターとか、はい、フェイスブック、インスタグラム、いろんなのありますから、どん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 活用しないと、なんかこう、置いていかれちゃいそうな、<laughs> <laughs> ちょっとそういう気もするんですけれども、うんはい、でも本当に、人と人で直接関わる機会っていうのは、本当にちょっと少なくなってきてるのかなと。 はい、思いますよね、うん、でその第2部では今度パネルディスカッションで今活躍されてる女性たちが、はい、おっしゃる通りですほ<う>先ほどの堀潤さんに加えましてですね、うん、あの沖縄にゆかりのある 女性あの今それぞれの分野で活躍されている女性3人をお加えしたパネルディスカッションになってまして一、うん、人目は大安彩子さん、はい、こちらの方はです、ね、あの台湾と沖縄の,、うん、あのちょっとハーフの方なんですけども、うん、最近皆さんのご記憶に新しいところで、うんはい、台湾夜市ってあの瀬長島でああ、ね、あの人がわんさか来た大人気のイベントがあったかと思うんですけど、うん、これをあの台湾から。 持ってきていただいたのがこの大安綾子さんで<あ>、はい、そうですかそうです。モデルとしても実業家としてもあの大変あの沖縄と台湾の架け橋になりたいということでですね、うん、あのこの道であの頑張っている方です。はい、で、二人目が中本由利加さん。うん、この方がですね、あの世界五大ミスコンっていうのがありまして、はい、あのミスユニバース、ミスアースとか、はい、まあ。 それに合わせて、うん、あのミス・スプラナショナルっていうミスコンがあの世界ミスコンがありまして、うん、これのなんと日本代表に、はい、2018年度選ばれた方です。すごい、はい、そして今年の12月ですね、うん、まさにこれからなんですけども、うんはい、ポーランドで行われるミス・スプラナショナルの世界大会を控えている方でして、はい、なぜ、この仲本由利香さんがこの道、うん、ミス・スプラナショナルとしてあの道を歩んだのか。うんはい そして最後にあの上間綾乃さん、うん、こちらの方はです、ね、あの三振を使って、はい、あの沖縄の心を、を、うん、過去からの,その人々の思いっていうのをあの未来に向けて、はい、あの沖縄だけじゃなくて、うん、あの東京、内地だったりあの世界の方に、うん、あに発信されている方ですので、はいまあ、全然違う分野の4人の方が集まっていただいて、うん、あのなぜこの道を志すきっかけになったのか,とか。はい それはどういう人間関係リアルな人間関係から支えをいただいたりとか、うん、背中を押されて今この道で活躍しているのかっていうことを<ー>あのご自身の体験談を交えてお話しいただくパネルディスカッションになってますのでうん、うん、何かしらの気づきがあるんじゃないかなと思ってますのでとってもいいちょっとこの場ではまだ言えないんですけど、うん、あのこの講師の方々がですね、うん、ご協力して。はい やる演出っていううのもすでそうですか、はい、ぜひ現地であの直接見ていただきたいなと思っております、うん、なんか今、私、ちょっといろいろ想像してしまったんですけどアーティストもいるし、うん、モデルもいるし演出する人もいるし <laughs> なんかすごいあの舞台としてはとてもあの役者も揃ってるなと思うんですけど、はい、まあ確かに、そうですよねなんでこの道に進もうと思ったのって思う3人。うん 堀さんを入れると4人ですね、うんうん、で上間綾乃さんも結構、本当にいろんなところにファンがいらっしゃるので、はい、とても活躍されている方だと思いますけどあの、四ノ峰さん、まあ、はい、仕事は、まあはい、道路関係と今、まあ、こういった感じで携わっているところですけどどうして JCI 携わろうと思ったんですかあそうですね、まあ紹介で入ったんですけど、はい、まあ入ったらですね。 えー、こんなに、えー、地域のことにですね、うん、まあ実際ボランティアでみんなやってますので、はい、みんな本業は別にやってですね、うん、<laughs> やってるメンバーが多いから、まあそれに感化されて、うん、まあだんだん活動するようになったような形があります。はい、ああそうですか。おお。え、平さんは？そうです。僕も同じで、初めは、はい、ま、まあね、紹介,紹介で入ったんですけど、<laughs> うん、やっぱやってるうちにあの自分、まあ。 ボランティアっていうのが今までそこまで真剣に考えたことなかったんですけど、うんはい、実際やってるともう本当に一生懸命頑張ってる方目のあたりすると、うん、あ人間ちっちゃいやつだって思いながら放 <laughs> 組織にいたらきっと大きくなれるはずと思ってるんですけどまだ今。<laughs> 大きくしてる最中ですすそうなんででかもこういった交流で自分がいろいろ気づかされるのってメディアとかでつながりじゃなくてやっぱり直接お会いしないと気づかないところもいいろろありますよねその人の行動、背中を見て、うん、あかっこいいなと思うやっぱ先輩方がこの団体多いので。 <laughs> いや本当そうですよねそう思っている方たちがこうイベントを開催するということですから間違いなくこの人と人とのつながりっていうのは今後の自分の何かにつながると思います、えー、未来への道しるべ、これも9月1日お昼2時からということですがこちら入場料1000円となっておりますあの若者応援ということですけれども例えば先生とか、うん、<laughs> 何か塾の講師されてる人か。 このフォーラム聞くのも結構いいのかなと思いますね。おっしゃる通りですね。すねなので、もう本当にこれ、えっ、ー、とその若者と触れ合う方々、はい、その、うん、まあ会社の上司の方だったり、うん、あの。 学校の先生だったり、はい、またそのおじいちゃん、おばあちゃんでもやっぱりあ今の若い人たち、こういう考え方するんだねとか、<ー>そういったものもあの気づきになるかと思いますので、うんはい、ご興味がある方も皆さん、ぜひご参加いただきたいなと思ってます、はいまありがとうございます、今日はは糸谷 DMO フォーム、はい、フォーラム、そして未来への道しるべ、この2つをお伝えいたしました。さささんたさん今日朝早くくからあ、はい、ありりががととううごござざいいいまましししたた皆ぜひ参加してください

しおしおさよしさんいい子してんの?。本当ですね。番組引っ張りたいわ。<laughs> 爽やかイケメンだしな、ね。あー、そうですね。うん。はい、<あ>いいよ。え、ふみさんが来て。みんな元気か?。元気かい?。 しようか。何を話し<い>あ、一応コメント。やって。時間あれば、その告知も一回やろうか。うん、行きます。さあ、今ゲスト、世米皆さんと平さん、お迎えしましたけれども。すごいですよね、あの地域ですとか。 盛り上げるためにまず人人材から人かららという感じですけれども先ほど紹介しました未来への道しるべあの入場料千1000円ということですがチケット取扱店宮城書店の7店舗、えー、そして早原店京塚店大山店、まあ、宮城書店いろいろありますが純駆動那覇店でもチケット取扱いを行っておりますで当日にならないとわからないという方はですね大丈夫です。 当日券も用意しているということですので、若者応援と題していますが、若者だけじゃなくて、若者に携わる仕事されてるとか、若者、今の若者の考え方が気になるという方も、ぜひご参加ください。そして、イトヤ DMO フォーラム。こちら入場無料ということで,ですからね。 の地域資源どんなものがあるのかとか地域資源どんなふうに活用していくことができるのかそういった貴重なお話聞くことができると思いますぜひ9月1日土曜日トミグス城市立中央公民館足をお運びくださいえさあ今日のテーマはですねクレームということで皆さんからメッセージをお待ちしておりますなぜ私がこのクレームに テーマ決めたかというと、先ほども言いました。なんか最近ね、こういうクレームされたんだけどみたいな話をよく聞くんですよ。最近クレームされてないの。クレーム私にですか。私にはないかな。ない。うん。え、私に何かありますか、ムツさん<い>。何か言いたそうな感じでした今。何ですか。<い>本当ね。何ちょっとなんか気分悪い。絶対嘘。<laughs> パーフェクトは絶対嘘だよ。<laughs> <laughs> あのクレームって、まあ、受け取る側にもまあよると思うんですよ、あと言い方、い方ね、うんそう,、ね、そうですよね、まあいろいろありますけど、今って、あのー、あなんていうかな、当たり前、誰もが自分の考えが当たり前みたいなふうにまず思ってほしくない <laughs> 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 って思う。に向けてのクレームうん。そうですね。クレームーに向けてのクレームね。うん、はい、そうですね。うん、<laughs> 誰もがあなたの意見に賛同すると思うやん。思うなよっていうということと。あと私が一番まあ、言いたいのはあのー、さっきもちょっと話出てましたけど、ゲストさんを迎えした時に、あのー、sns にクレームを書く人。私、これ一番たち悪いんじゃないかなと思うんですよ。 すごく、あのー、すごく嫌な気分になります。うんまあ、あの新聞社とか、まあ、メディアさんがこういう意見があったっていう感じでね、でまあ、両者の意見を取り扱っているのは分かりますけれども、今本当に誰でも情報発信できますので、あのー、すごく嫌だなと思うのは、こういうことがあった、でこういう不愉快な思いをしたんだ僕っていうのを個人的に、 その一方的な思いを例えばツイッターに載せるとあの、まあ、受け取る側としてはその人の意見しか分かんないし文字数が限られてるからあのピックアップしてう気持ちをその人は綴ってるでしょだからそのお店に対して悪いイメ,イメージしかつかないんですよどう思いますかこれまたちょっと後半話しますので荒れてますよ 本当にどう思いますあのツイッターとか SNS で店舗、あのーまあ、とか店舗だけじゃないよでも「かま<な>町」なんだよねんかさ店舗とかそういう人芸能人に対してのこと書く人とかいるじゃないですかまあ個人が情報を発信する時代だからって思うのあるけど例えばさお店がだよ 頑張って営業するさお店ってどんなふうにお客さん呼ぶかっていろいろ考えるじゃんでこれオープンするまでいろいろ時間もお金もかかっていると思うんですよなのに一人の人がねこの店なんか味もあんまだった注文したら届くのに15分も時間かかったよ店内子どもたちが走り回ってめっちゃうるさかったもう二度といいかみたいな書かれてたら それ読んだ人はあこんな店なんだってしか思わないじゃんこれはなんか個人でみんなに発信する情報じゃなくて個人がお店に対して言う情報であってこれは間違ってると思うんですよ私はそういうの見てたらね本当にね最低な人間だなて私思うんですよ <laughs> 本当に最低な人間だなと思うあんまよくないよ でましてやさお店の名前を出すっていうのもよくない。お店でこんなことがあったって、まだ分かるよ。そのお店の印象をなんか下げるじゃないですか、明らかにそれって。ひどいよね、あれはね。 さあ、時刻は9時になりました。今日は8月28日、火曜日。担当はミーノだよ。よろしくお願いします。8月ももう終わるよ、みんな。<laughs> あっという間だったね <laughs> え。もうそろそろこの秋の風をこう感じる時期なのかなと思いますけれどもね。まあ、沖縄の夏はまだまだだよ。ね。エアコンガンガン効かして、仕事されているところもいろいろあるかと思いますが、まあ、体調を崩さずに。 まあ皆さん頑張っていきましょう。えん、ー、さん今日はですね、クレームということで、皆さんからメッセージお待ちしております。えー、CM 中に私、ちょっと先ほど、うん、まあ、話しているんですけども、ひふみさん、悪い噂ほどすぐ広がるよねって来てます。そうなんですよ。あのー、今日のお題、クレームということですよ。クレームは、その人がお店に対して言うものであって、 最近は SNS を使って、この店の、ここが自分は気に食わなかった、嫌だった、みたいなのを発信するところが多々あります。で、私、それ、まあ、まあまあまあ、人がね、発信する情報ですから、一人一人が。まあ、悪いとは言いませんけれども、たちは悪い、たちが悪い。どう思いますか、皆さん。<laughs> クレームをこの SN 上で発生、SNS 上で発信してしまうと、まず広がるし、読む方にとっては不愉快だし、その印象しかつかないから、なんかね、とてもかわいそうなんですよね、対象が。標的にされてるところが。私はそれ本当にやめてほしいなと思うんですよ。で、あのー、私の知り合いが働いてる病院でね、 実際にあったことなんですけれども昔そこで働いてた方がちょっとクビになったといろいろあってでこの人がさ何年も前に働いてた人なんだけどこの人が SNS 上でその病院のことを悪く書いてるんですよで病院側はそれを見て警察にも相談したんですけどあのまあ実際に被害を受けてるわけじゃないから何も対処できないと言われたらしいんですねうんでもこれはあの病院 だけじゃなくて、あのー、本当に広いところで問題になってることだと思うんです、私。だって、病院で患者さんが、まあ、いるし、いろんな人に困ってる人を助けたいからって思いで、いろんなところで病院の案内をしてるんですよ。その案内が、この一つの記事で無駄になると思ったら、もう大変なことじゃないですか。うん。って思ったときに、何かあるなら、 直接い言いに来いと私は伝えたいですそんな SNS とかで使うんじゃないと SNS をそんな風に使うなと私は心の底からちょっと思うようになりました最近え小斉さんメッセージ来ました SNS で悪口しか書かないやつらは臆病者が多いから無視するに限ると <laughs> 来てますね <laughs> うんそうですねでも最近はあの本当にいろんな方がいると思いますでなかなか自分から言い出せないから SNS で書くという方もいると思うんですけどだったら言葉を選びなさい、私は思いますよ、どうでしょうか、一旦ちょっとニュースを挟んで皆さんにご案内したいと思いますが新聞が、あれおい、忘れてきたんに。 <laughs> ありがとうございますい大丈夫この時間琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版から記事をお伝えいたしますまず沖縄タイムス総合面からです一括交付金65億円増 内閣府は27日自民党沖縄振興調査会で2019年度沖縄関係予算の概算要求で18年度要求と同額の3190億円を求めることを報告しました18年度予算より180億円多くなっています9月30日の知事選への影響を考慮し据え置きました小長前知事が 尾長前知事が就任して3年間は概算要求額は減り続けていました県が3年間の延長を希望していた酒税など2019年に期限切れを迎える沖縄振興に関する7項目の税制優遇措置の改正要望については2年間の延長を求めることを決めました沖縄振興一括交付金は18年度より65億円増え165億円増え 1253億円うちソフト交付金は前年度比28億円増の636億円でハード交付金は同比38億円増の617億円を計上しました続いて八重山日報沖縄本島版からです PTA 連合会前会長に出馬要請 宜野安市の佐喜眞氏前市長の県知事選立候補に伴い、公認を選ぶ9月30日投開票の市長選をめぐり、共産、社民両党の自治体議員らで作る準備会はきのう、市内で県高校 PTA 連合会の前会長で、会社役員、中西春正57歳に出馬を要請しました。中西は、重く受け止めると述べました。 州内にも受託を正式に表明する見通しですおしまいに琉球新報社会面からですアメリカ軍機ウークイも騒音アメリカ軍普天間飛行場を自着陸するアメリカ軍機が急凡初日の二十三日から激しい騒音を周辺地域に撒き散らしていた問題で 24日の中日25日の最終日も90デシベル前後の激しい騒音が測定されていたことが昨日分かりました両日とも日米合同委員会で合意した航空機騒音規制処置で制限されている午後10時以降の騒音も観測されました宜野湾市は24日午前に沖縄防衛局を通じてアメリカ軍に 旧本中は飛行を控えるよう申し入れましたが、アメリカ軍機の離着陸はその後も続きました。以上、この時間、琉球新報沖縄タイムス、山日報沖縄本島版から記事をお伝えしました。 ごめんなさい無音です <laughs> ごめんなさいごめんなさい <laughs> この人のせいですこの人が 時刻は9時10分回っております79.7メガヘルツ FM 技能からモーニングエット火曜日担当のミーノがお送りしておりますよ皆さん <laughs>、えー、今日はですねテーマがクレームということですがメッセージツイキャスでも届いてますね、えー、大塚健二さんクレームミキサーさんは本当に私との約束すっぽかします立ち悪いです埼玉から沖縄に行ってるにもかかわらず何十回飛ばされたかカラオケ途中いなくなる ボーリング1人でやる反面にコメントしきれませんできてますよ山内さん俺,ゃ俺ちゃんと守ってますかあそうですかなんか聞いたことあるような話がこう, <laughs> うねずらずらと並んでますけど本当ですか別の人あそうですか <laughs>、えー、その他にもいろいろ届いておりますけれども天内コレニーさん自分 ツイッターでいいこと悪いことつぶやいても誰にも届かないのよねって来てるいや届いてますよアマオトコレニーさん <laughs> 必ず誰かを読んでますから <laughs> 私もそうですよ誰も反応しないだろうなまあ思ったことあるから書いとこうっていうポップな気持ちで <laughs> つぶやいたりしてますから反応を期待して書くときとそうでないときあります私うん この、あのあ、ー、なんだっけ、ジュネのクレームがありましたみたいなやつはえっとタイムスさんの電子版の記事をリツイートしたのでシェアしたのでちょっと皆さんの反応はどんなのがあるかなーと思っていろいろみんなにも考えてほしいなーと思ってこうやったものですけどその他はですね特にあの期待しないのもあります、いっぱい。ま <laughs> ま、うん、まあまあまあ、まあ 皆さんからいろいろ今日はメッセージ募集しておりますよ。さあ届いているので紹介しましょう。エコザイルさんです。クレープ。自分はシンプルに生クリーム系が好きだな。え、テーマ違う違いますね。クレーム。そう、クレームです。ちょっと間違えたね。うん、引っ越し屋にいた頃ありえないクレームがあったな。運ぶ前に家具が壊れてるお客さん、かっこ奥さんと一緒に確認したのに、引っ越し終わってからその,じその家具が壊れてると旦那からクレーム。その家具は旦那がお気に入り クライニングチェアで停止関白すぎのため奥さんが説明したら,説明し,たらしいけど抑えきれずにクレーム念のため写真撮っててそれを見せるとようやく納得あとお金欲しさに破損した家具や荷物の値段をふっかけるお客さんもいたなもちろんちゃんと調べて対岸のお客さんはおとなしくなったけどね皆さん完璧な人間はいないよ機械だって誤操作するよ誤作動するよミスは必ずあるからそこまで 目くじらら立てててたたああなたが損しまますすクレームででもいいようですようゃあ後からやってきほんとその通りだと思いますよ <laughs> クレームしたのにその本人があ自分が間違ってたんだなって思った時のこのなん気まずさっていうの謝りにくいよねきっとね <laughs> <laughs> でもそういう時に限って相手はねあんまり責めないとかさそういう大きな心持っている人も中にはいると思いますよ ね、自分もそんな風になりたくないよなと思いながらいますけれども明らかに悪い時は私もまあ言いたくなりますけどね <You? S 1>、うん、言いたくなるときありますよマックで,、うん、で間違って,違って注文,注文別のあれが来ましたあ,あ別のが来たうんうんはいおうち帰って気づく,気づくうん あー心に余裕があったらまあ、いっかってなるけどでも、行った方が一応相手のためにもなるよなとか思ったりするうん、でもドライブスローだったらもういいからってなっちゃうからうん、なるなるだって多分普段は怒らないような気をつけてるミスだはずだから、それは。ま 間違ったメニュー届けるっていうのは多い,あ多いですか多い店舗には絶対行ったほうがいいですよでも大体おうに帰って気づくから、うんポテトがないとかも,もしそうなのであればもらってすぐ確認するす<ぐ>これが一番ですよす<ぐ>あっやってないすぐあやってないな、うん、あでもミスが多いのであればちゃんとやったほうがいいですよ もし間違ってたらその場で言えるじゃないですか。まあ、うん。ああ当たってるだろうみたいな。<も>うん。はい。うんまあ、うんうんそうですよね。そうなんかマックはな私でも間違いあんまないんですよね。<ジ>うん。山下さんの使ってるテンポが頻繁に <laughs> 起こってるんですかね <laughs>。 ハわわわ昔か昔かうんうんまあいろいろありますよねさあ翼さん某某スーパーマーケットかなみたいにクレーム言うより意見箱を作るのもいいかとできてますあ意見箱、ね、いいですよねうん今あのいろんなスーパーにも置いてると思いますけどあれの回答を見てるとね結構面白いのとかあったりするんですよね <laughs> あれ結構好きですよ <laughs> エコザイルさんメッセージありがとうございますなんだかんだでアナコンダさんからも来てますよありがとうございますお久しぶりたまーにしか参加できなくてごめんよ僕が見た困ったクレームはお肉屋さんでおばあちゃんがお肉買って焼いたらお肉小さくなったんだけどどうしてくれるのって怒ってるおばあちゃんいたなそういうおばあちゃんのお腹はしっかり膨らんでいたけどねうふふ できてますすねこ <laughs> これ可愛いクレームですよ <laughs> これ許せるよ <laughs> おばあちゃんお肉焼いたら縮むの当たり前っすさもうって <laughs> 私は言いますけどね縮まないお肉ってどんなのがあるかじゃあ教えてくださいよってかさ私も知りたいよみたいなまあ笑い半分って言えるけどね、うん、こういうでも理不尽なのをさ本気で言ってくる人いるじゃん。 ねえコーヒー買ったら暑かったんだけどみたいな <laughs> ねカフェでねコーヒー頼んでドライブスルーで暑かったよやけどしてけどどうしてくれんのみたいなあるけどさいやいやいや <laughs> そんなもんだぜみたいなでもアメリカってさそういうのってすぐ裁判にできるからさすごいらしいですよ日本もそんなしたらいいんじゃない小さいのも裁判かけたらいいんじゃない <laughs> だってミスしたらすぐ裁判行かされると思うビクビクしてああまあそうだけどねでも相手も強くなるじゃないですか裁判裁判受けるってなったら提供する側もでも口が強い人が増えてくるかもしれないですね夫婦のむのが当たり前だと思いますってコーヒーは <laughs> <laughs> 自分が弁護しないだろうがあ <laughs> まあそうですね。お金も時間もかかるしねでもこのコーヒーのやつ実際にアメリカであったやつでドライブスルーで頼んだホットコーヒーが熱すぎてびっくりして口やけどしたこれはなんか一言熱いから気をつけてって言わなかったお宅にも火がありますよっていう裁判で実際にこれ買ったんですよ、この人がクレームした人が。 おかしくなってるでこれでお店でどんな風に改善したかというと紙コップに「熱いので気をつけてください」って書いたらしいです <laughs> 当たり前だけどねこれ <laughs> だから当たり前のことがね当たり前にこれ解決されるっていうわ <laughs> い話ですよもう <laughs> じゃあひふみさんからリクエスト届いていますので紹介しましょうメーガントレーナー NO! 私のコメントはする,するうん、ダメだな俺。<laughs> 今日、大塚健二さんのあれですね、ダジャレがひまいちミーノにヒットしてないみたいですよ。あんまりヒットしない。どうします no. 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 ダイエットダイブする注文して、全部見たことある。<laughs> いや、お店行けや <laughs>。いいね。お店行けや <laughs>。<laughs> <laughs> ダジャレがね。ダジャレが。うんノー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 。クレームか、どんなクレームがあったかな。 あうどん屋さんでバイトしてた時に私がバイトしたうどん屋さんってあのー、同じ値段でで量が増やせるっていうのだってたんですよ1玉2玉3玉選べますよーっていうのがあってであのー、どれぐらい多いのかわからないでも値段は同じだから多い方がいいだろうって言って一番多い量頼む人が結構多かったですね。 あこんなにすごい量があるのーって言って全部食べる人もいれば残す人もいるんですよもうしょうがないんですよそれはどんな量かわかんないしだから、まあ、しょうがないよなって思ってたけどその時に起こったクレームがね「ねこれちょっと多すぎるどう見ても多いでしょこんなのっていう人がいて「えー、いやあなたが頼んだんやん」ってね <laughs> じめメイコさんもコメントそういえば 水に思えたポトリカリスケをレンジでえこ怖っえー、もうあもうこのでもこのパターンはもうあのお金がほお金しさにやったっていうことですよで、ね、きっとだから裁判社会になったらこれが当たり前になるんですよはあこれでさ相手が勝つ裁判もどうかと思うよ私はそうだからあと難しくなるんですよ <laughs> はい エコザエルさんから届いていますメッセージそういえばアメリカで水に濡れた小鳥リカリス系をレンジ、まあ、電子レンジで乾かしたら死んだどうしてくれるってメーカーにクレームして賠償金勝ち取ったやつがいるからねその後電子レンジには小動物を乾かさないでくださいと注意書きついたそうなってきてますかこれ本当の話だったらさアメリカ社会大変だよ このクレームする人が裁判で勝つ社会だよ。考えたら分かるだろうっていうレベルですよね。よ電子電池でやるんだと。うん、はぁ、そっか、もうお金欲しさにね、まあ、起こしてる裁判の類だと思いますけど。いやぁ、ちょっとこれは嫌だなぁ。アモコレンジさん、クレーム。某引っ越し屋さん、家具が届く時間になっても来ない。遅れてるのかなぁ。夕方電話したら、明日届けますと言われた。 その晩、布団も何もない部屋で凍えながら夜を明かしました。荷物届いたけど、皿は割れてるし、紛失してるものも,もう散々でした。本当にこれちゃんとクレーム出しましたその引っ越し屋さんに。ちょっとひどすぎないだって物だよ自分の物でしょ壊れてたりさ、しかも時間に届かないって。えぇ、ー、そうなのちゃんと、ねえ、 謝ってくれたたりしたのかな一言あるだけで全然違いますからねえー、ちょっと信じられないなもうそれ以降その引っ越し屋さん使いたくなくなっちゃいますよねそうなるとねうんこれは全然クレーム入れてもいい類ですよねさあメッセージも届いてますので紹介しましょう おはようございます今日も元気な又吉美乃さんダンディー山内ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーンです銀さん先ほどコメントありましたねうんさあ今日のテーマ「クレーム」「自分も言いたいあの急盆にエイサー踊りまくってる各団体に以前コンビニに寄ったら車を止めた瞬間エイサー服の兄ちゃん今からエイサーするから車どかして」って上から目線で言うから無視してコンビニで買い物した。 なんであの連中は当然のように一般の客をどかすのかなお店が何月何日何時に何々団体がエーサーしますのでご協力お願いしますと張り紙とかでスペースを確保しているならいいのですが何もなく突然来て店舗だけにお願いしやっているとしか思われないエーサー嫌いな自分としては実に邪魔 <laughs> 嫌い まあ、ちょこれはちょっと個人的な感じも最後にパッと入ってきましたけど私もこれに関してはえっと思いますねうん上から目線っていうのもさ嫌だしさこの言い方よなもうなんかさ9本で道順へするのはもうみんな分かってるでしょだから協力してってみんなが思っていると思わないでほしい、うん、<laughs> 意味わかる <laughs> お,さお願いの仕方もあるしさお店にもちゃんと了解得てるのであれば、まあ、本当にカラーコン置いてこのスペースは何時か何時前どれぐらい使うからっていうそういうのもあれば分かるけどさこれはちょっとひどいよね銀、うん、トロさん私もね賛同しますよその他にもメッセージ届いております みの先生山下さんおはぐぐ、マジでクレームはいや。駐車場の仕事してますが今年は特にアジア系のお客さんのクレームが多いですこっちに火がないのにクレームをつけ,るつけてくることがよくあるマジでよクレームが多いと仕事ができなくなるかれこれいろいろね病院にも通って、まあ、ストレスもあるということですけれども、まあ、今日も頑張りましょうということでコメントいた頂いております むね先生もねいろいろ大変ですよね仕事してるとクレームがあるのは当たり前だけど理不尽なクレームは本当に私は許せませんそしてそのクレームを SNS に書いて発信するというのに私は気に食わない何かあるなら直接本人に言ってください私にも何か意見があるなら私に直接言ってください今日はクレームでお送りしました「モーニングエイト」また来週お会いしましょう、はい いいろろあるなぁ「のりたる弁当たるなし」「家に帰ってからかしかわからないなぁクレーム言いたいよ小さいやつだと思われるのも嫌だなぁ」<laughs>「そう小さいやつって思われるの嫌なんだよね <laughs> そのさご飯系あの